はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチです。え、ということで、今回はね、テスト返却後の話をしていこうと思うんですが、え、まさかの先々週からの3部作となっておりまして、そんなつもりなかったんだけどね、先々週がテスト前、つまりテスト勉強のやり方の動画撮って、で、先週がテスト受けてる本番です。こうやって受けていくと、ケアレスミスを減らせますよとか、得点が上がりますよっていう、まあ、受けてる時に大事なことを話しました。で、最後はテスト返却後。 もうコナンくんでさ、たまに三部作あるじゃん。あの前編後編じゃなくて三つある時。だから事件、事件編かさ、でしょ事件編、なんか推理編とか疑惑編みたいなが二個組んだよね。コナン詳しくないからごめんね。で、最後は大体解決編が来るんだけど。その解決編です。今見てんのは。でもさ、テスト返却の話って多分これ一番再生数少ないと思うんだけど、あってみんなわかるじゃん。何しろってこれ言われんだろっつって。やり直しろって言われんだろって。いや、事実そうなんですよね。そうなんです。でも、だから今回少ないんだけど、 で、なんで今回それを、これをね、こんな感じで語ってるかって、やり直しあるじゃん。みんなするかい今までしてきたテストを返却した後に。で、これさ、面白いのが、まあ、自分も元塾講師やってたんで、もうちゃんとアンケートは取ってないんだけど、やり直しをしてる生徒、おそらく2割ぐらい。つまり20%ぐらいよ。やってる人。10人に2人よ。80%ぐらいはやってないと思う。でも、 テスト帰ってきた後に、やり直しをやった方がいいと思いますかやらない方がいいと思いますかって聞かれれば、おそらく99%がやった方がいいって言うんだよね。でもやらないんだよ。ってことはどう考えるかっていうと、まあ、あ実際にやった方がいいんだよ。やったら伸びるから本当に伸びる。その理由も話すんだけど、みんながやらないんだわ。8割。でも、8割やらない中で、やったら、8割やらなかった人間と差をつけられるよね。すげえチャンスなんだよ。周りと差をつける。 っていうのが一個。ね、一個。で、あともう一個は、ピンポイントで伸びることができる。っていうところが、まあそれは後で話すけど、っていうところがあるので、まあぜひね、今回。あ、で、あともう一個があれ、やり直しのやり方っていうのがいまいちわからない方多いんですよね。もし今この動画見てくださってる方の中で、あなた流のやり直しのやり方どういうふうにやりますかっていうのが、しっかりね、その質問された時に、私はこうこうこういうふうにやって、こういう目的でやってます、みたいな。が言える方って結構少なかったです。 なんとなく間違ったのやればいいんでしょうみたいな感じになっちゃうと、なんとなくで掴んでるから、なんかなんとなくやっても伸びなそうだなっちゃいっか、めんどくさいし、みたいなね。で、後回しになってやらないっていうパターンになるので、まあ今回はね、その伸びるやり直しというか、そう、効率的なやり直しっていうのも伝えていけたらと思っておるんですが、えー、0番がね、珍しく入れてあります。0番は後です。まず1番から行きましょう。まあ、やり直しするって質問書いたんですが、まずしてください。これは本当に効率って効率がいい。 やり直しに関してはね。ただ、一個ね。やり直しのことを語るときに絶対に伝えることがあるんだけど、これね、覚えといて。あ、ちなみにこれ、全員は該当しないです。まあ、多くの方は覚えててほしいんだけど、えーっと、はい。全部やろう全部やろうやっぱそうかって思うかもしれんけど、違うよ。はい。全部やろうとするな。ちょっとワードね、強い口調ワード書かせてもらいますけど、これ覚えておいてください。 間違った問題全部やろうなんてしちゃダメです。ダメって言っちゃったらごめん。悪いんだけど。でもこの気持ちは持っててほしい。ちなみにこれはテストの話だけじゃなくて、普段使ってる問題集、えー、入試の過去問とかもそうです。間違った問題を全部できるようにしなきゃいけない、全部やり直しをしなきゃいけないっていうのは、多分どっかで潰れるよ。心が。受験勉強とかしてるときにね。で、保護者の方も、 えっと、まあ、自分も子供がいるんだけ分かります。ね、できなかった問題を全部できるようにしてほしいと思うんですけど、これは、えっと、受験生とか、まあ、中学、高校とかになっていった時には、これをやってしまうと、ちょっと負担になりすぎるので、こう、全部やろうとしなくてもいいんだっていうのは、一個持っといていただけると嬉しく思います。で、全員に該当しないって言ったのは、例えば、めちゃくちゃその地域のトップ校、まあ、高校でも大学でもそうですね。 トップのところを目指している。つまり、基礎なんかできて当たり前だと。で、応用もある程度できて当たり前だと。もう、本当に、もうめちゃくちゃ難しいね。難問中の難問ができる、できないの世界で戦ってる人たちは、全部やった方がいいです。いい一問も落とせね。えっていう世界だからね。だから、その方たちは該当しないんですが、多くの方はこれでいい。で、なんでこれが言いたいかっていうと、例えばさ、テスト。じゃあ、る科目が、じゃあ70点だったとしましょう。70点ね。 でこの70点だった時に、まあ、俺はどう考えるか自分の生徒が70点取ってきましたどう考えるかっていうとあ30点ミスしたんだなと思うわけまあ同じだよね100点満点ならじゃあどう考えるか30点ミスしたミスっていうのはただの伸びしろですあ30点分伸びるはのね伸びしろ伸びる部分があるんだって考えるわけただのミスは伸びしろだからいいだってできた問題は伸びないんだからもう。 で、どう考えるかっていうと、じゃあ、これ30点分全部伸ばそうではなくて、このミスした問題、じゃあ1問さ、5点だとしたら6問のミスですよね。で、このじゃあ6問、えー、1、2、3、まあ、6問設定しましょう。これがミスした6問だと思って。この6問の中を難易度で分けます。難易度。だいたい ABCD、まあ D まで使うからかな。ABCD でやるんだけども、A は簡単な基礎問題です。 で、C と D に行けば行くほど難問。さっき言ったね。難問です。だから、じゃあこれは A だ。A。で、C、B、C、D とかでしょう。レベル分けした時に。まあ、このレベル分けも難しいよ。自分でやろうと思ったらね。だから他人の力、先生だったりとか、そのテストができた友達とかに聞く必要はあるかもしれないけれど、まあ、これの自分で判断するやり方も後で話します。ひとまず、ランク分けをする。難易度のね。で、その時に、どこをまず優先でやるかって絶対 A でしょ。 あって同じまん、全部が5点じゃないよ。もちろんね。その得点配分は違うけども、でも、A 問題、基礎問題の方、つまり、うっかりミスとかケアレスミスで間違った問題の方が、簡単に伸ばせるんだから。からまずこっからやるんよ。で、B やる。で、C はわかんないけど、D とかだったら、もはや捨てていい。もうやんなくてもいい。で、C も自分が目指して、目指してるレベルとかランクによってだね。やるであったりやんなかったり、まあ、生徒によっては分けてたけど、ここは三角にしとこう。 いいこうやって捨てる必要もあるの。もうもはや見,見ようともしないっていう。いいかな。こういうふうなことをしていいんだと思ってください。いいんだよ。全部やろうとしなくていいんだって。点が大事。で、じゃあさっき言ったね。じゃそれが自分で判断できないんですけど、どうすればいいんですかっていうところが、これが大事なのがここなの。ゼロ実は、このテスト返却後のやり直しの効率化っていうのは、テストを受けてるとき。 テストを受けてるときに実は勝負が始まってます。えっと、先週受けてる時の動画で問題を解きながら三角とかね、×の,のマークをつけてくださいと。三角はちょっとのケアレスミスしてるかもしんないから後で見直ししなきゃなみたいな問題だったりとか。×は、いや、無理だみたいな。本当に時間が余ったらチャレンジしようみたいな。で、テスト受けてるときが一番その問題に対しての印象を覚えてるんだよ。テスト受けてるときが 印象が強いの。この問題難しい。今の自分にとっては難しいなとか、ちょっとなんか、なんかつまずきそうだなとかね。合ってるかもしれんけど、自信がそこまでないみたいな。で、一番その時がわかるじゃん。本当に人間って面白くて、そのテスト終わった瞬間にどんどん記憶薄れていくから。まあ、めちゃくちゃ難しい難問とかは覚えてるかもしれないけどね。テスト受けてる時の印象が強いので、この時に、ここのランクをある程度、 決めてしまう決めちゃう。もちろんね、テストを受けてる時にそんな余裕ねえやと思うかもしれないんだけど、基本的には、テストを受けてる時に三角マーク、ちょっと危ねえなって、ケアレスミスね、しそうだなと思ってて、それが実際に間違ってたと。だからこの A 問題とか B 問題にしようか。これをね、テストを受けてる時に三角をつけてたんよ。そしたら、帰ってきたら本当に間違ってたんだよ、実際に。 ね合ってるかもしれんと思ったけど罰を食らった。じゃあ絶対合ってるかもしれんって思ってるんだから惜しかったわけでしょじゃあ優先的にいけるじゃん。自分の力、エネルギーを少ない量で見直しができるはずなんだわ。でも、もともとテストを受けている時に罰だと思ってるものは、もしかしたら周りの人が見たら B ランクとか C ランクかもしれない。でも、今の自分にとってはちょっと厳しいかもなって思ったもの。これをできるようにするのは結構辛いんだわ。エネルギーがかかったりする。 だから、こういうのは、周りの人にもっては BC かもしれんけど、自分にとっては D に近いわけだ。だから、後回していい。むしろ、捨ててもいいんだよ。見直ししなくても構わんから。で、一番は、テストを受けているときに、このマークがつかなかったやつ。三角もバスもつかなかった。つまり、俺も丸はつけなくていいって言ったからさ、時間かかるから。丸っていうのも丸とか、まあ、無印だね。印がついてないやつ。テストのときにね。無印は、できたと思った問題でしょこのマークついてないんだから。 できたと思った問題なのにテストが罰をくらえましたと。いや、絶対見直しでしょ。できたと思ってる。ある程度知識を持ってるんだけど、ずれてたんだから、自分の知識が。だからそれを、ここで優先的にやっていく。だから、テスト受けてるときに、できれば、これをもし間違ってたら見直しをしようとかって決めててもいいし、そこまではね、もうテストの時は集中したいって思う方が多いじゃん。だったら、この、まあ、丸はつけなくていいや。無印。無印か、三角か、ツ。 この三つつけておいて、それをちゃんと取っておくんだよ。もん、たまにテスト終わったら問題集し捨てるやついるけど、捨てるな。見直しできなくなるから。だから残しておいて、実際の回答と見て、マークを見ればさ、自分にとって優先的にやるべきもの。ね、復習するべき、やり直しするべき問題は見えてくるから。それをやってごらん。いいかな。それだけでもめちゃめちゃ伸びるから。 自分がよく言うんだよ。こいつと覚えててほしい、この言葉。できない問題い。ミスった問題って凹むじゃん。普段の勉強してても凹むと思うんだけど、ミスった問題との出会いはいい出会いなんだ。素敵な出会いなの。なんでかって伸びしろなんだから、それは自分の。できる問題ずっとやってもただの確認作業になっちゃう。いいかい できなかった問題との出会いは大事にしてくれ。それがテスト。まあ、学校の先生が作るテストなんてさ、どうせ学校の先生が作ったもんでしょうなんて思う方いるかもしれないけど、そんなことないんだよ。学校の先生、もちろんね、毎年同じような問題出す先生もいるよ。でもそれは、毎年同じような問題を出しても大丈夫な品質が保たれてるからなんだよ。学校の先生ってもう癖が強い先生もいるんだ、実際に。いや癖強えなぁ、みたいない。そういう問題はたまにあるけれど、テスト全部、全部が全部癖強いではないから。 ちゃんと教科書の内容に沿ってそれができるようになったら入試でも活かせる知識がちゃんと詰まってるから。だから軽視せずに、え軽く見ずに、ちゃんとテストを受けて自分に合ったフィットしたやり直しをしてください。これだけでいい、やることは。そんな大変じゃないでしょだって全部やれっていう人には楽なんだから、減らしていいぞ、罰だ捨てていいぞって言ってんだからね。っていうのを覚えててください。で、最後。 ほにゃらら作っておこうと。で、これいろんな名前があるんですけど、まあ自分がよくスクラップノートっていう。スクラップノートね。まあやり直しノートみたいなやつです。で、これはテストだけじゃなくって、普段の、えっと、問題集、ワークとかもそうなんですけど、自分が、えー、っと、ちょっと待って、ちゃんと書こう。ごめん、勢いで。<laughs> しかも漢字間違えたね、これ、ね。ごめん。こっち。 さっきあれ口にしてたの。えっ、ー、と、間違った問題。ありますよね。それを切り張りするノートです。間違った、自分が間違った問題だけを集めたノートはぜひ作ってください。しかも、テストって割と作りやすくって、プリント、まあ、表裏になってるとね、ちょっと辛かったりするんだけど、プリントになってるじゃん、そもそも。だから、テストを受けて終わったら、そのね、やり直しも終わったらさ、その間違った問題をチョクチョクチョクって、切って貼っておくの。貼っておく。 で、貼って、まあ、隣のページに答えをね、書く人もいるんだけど、俺、結構さ、例えばそのノートがさ、見開きあるじゃん。左右あった時に、こっちにさ、その間違った問題貼っておくじゃん。で、こっちにさ、回答を書く人いるんだけど、俺、多分そういう性格で、ここ、立って見た時に、まず答え見ちゃうんよね。チラッと目がいっちゃう人なの。まあ、みんなもんなそうじゃないと思うんだけど、俺そのタイプでさ。だから、一瞬チラッて見えたらヒントもらってんじゃん。これ勉強においてよくないんよね。だから俺は違うノートに作ったりとか、裏に貼ったり、俺は違うノートのやつなんだけど、 目に見えないところに答えを作っていく。あ答え作るんだよ、スクラップノート。たまに問題だけ貼っていく人いるんだけど、答え合て辛つらくなるからね。だから、まあ、2冊にしてもいいし、1冊でも構わないんだけども、自分で間違った問題だけをスクラップしていく。でもし表裏とかでちょきちょきできなかったら、コンビニ行って10円でコピーできるから。ね、高校とかだとさ、あの学校にコ,あの、ね、コピーあるんだけど、中学あんまないよね。だから、まあ、お母さんとかにね、ちょっとセブン行ってくるみたいな。で7個にさ、チャージしてもらったら、7個のメモコピーできるから。 お母さん100円状態10枚コピーしたいみたいな。言ってね、そのね、自分の勉強のためにコピーしたいのに100円あげないわよなんて、いないと信じたい。<laughs> 多くの親御さんが応援してくれるはずなので、スクラップノートはマジで作った方がいい。これ最初めんどくさいんだけど、後々みんなが勉強頑張りたいと思った時に、その参考書でどっか選んでくるんじゃなくて、今までいっぱい勉強してきて、自分が間違った問題だけが詰め込んだ、その自分だけの参考書が出来上がってると、 いや、これめっちゃ強いから。で、これもし親御さんが見てくださってって時、小学生のね、親御さんなんか見てくださってたら、小学校の時はぜひ保護者の方が協力してください。これを子供たちに自分でやんなさいはきついです。スクラップノートは。中学生でもそうです。最初はぜひ保護者の方が手伝っていただけるといいんですが、ぜひこれは騙されたと思ってやってください。1コピーしてちょくちょくして貼っていくっていう。いいかな。 まあそんな感じで、まあ、それちょっとバーって話しちゃったんですけど、まあやってほしいことは、まあやり直しはしてほしい。やっちて。した方が絶対いいから。ただ、全部やろうとするんじゃねえと。そうじゃなくって、テストを受けてるときにマークをしっかりつけてて、そのマークと実際に正解不正解を照らし合わせれば、今自分にやるべき、優先すべき、やり直し問題は見えてくるから、まずそこからやっていこうぜ。っていう話。 で、もう一個は、えー、テストのやつでもそうだし、問題集、過去問とかでもそうだけど、間違った問題え間違ったそう。間違った問題全部貼るんじゃなくて、間違った問題の中でもこういうやつよ。こういう優先的なやつ。この捨て問題を貼らなくていいからわざわざ。まあ貼ってもいいよ貼って捨て問題だよって書いておけばいい。いつか自分のレベルが上がった時にチャレンジするために作ってもいいんだけど、まあ自分で必要だなと思うスクラップノートはぜひ作っておくと、後々みんなの大きな大きな え、力というか武器になりますので、ぜひね、参考にしてもらえたらと思います。はい、ということで、駆け足になりましたが、ここまでお付き合いいただき、ござ、噛んだ、お付き合いいただき、ありがとうございました。まあ、本当にね、3週にわたって見ていただいた方は本当にありがとうございます。ただ、あの、自分で言うのもあれですけど、この3週で喋ったことを、本当にちゃんと実践していったら、今もし勉強で苦しんでたり、なかなか成果が出ない方、絶対何かは変わるから。変わると保証する。 なので、ぜひ信じてね、試せるところは試してもらえたらと思っております。では、次回の動画でまたお会いしましょう。今日もありがとうございました。それじゃあ、またね